では甲府のスターティングメンバーです。前節からは2人の入れ替えです。ゴールキーパー岡西、3バックは右から小柳、荒井、メンです。中盤2人は今日は山田陸、そして中村亮太郎、右のワイドには関口、左には荒木翔、ツーシャドウの位置には野津田と泉沢、そしてワントップには三平をチョイスしました。控えには大卒ルーキーの長谷川が名前を連ねています。続いて町田です。前節からは3人の入れ替えです。ゴールキーパー福井、右のサイドバックに三木、そしてセンターバック2人深津と、今日は町田デビュー戦となる高橋翔平、左サイドバックが奥山、中盤2人はこの高江と佐野がセットです。右のサイドハーフに吉尾、左には長谷川アーリアジャスール、この2人が今日はスタメンです。トップ下のような位置に平戸、そしてトップには今日 J2100 ゴールがかかっている中島、サブはご覧の通りです。非常に重要な町田は生命線となりますよね。そうですね、まあ、今の入りちょっと左にいることが多いので、はい、もしかしたら長谷川と変わってるかもしれない。中島抜け出しましたが、シュートを放って決めた。開始3分、町田先制、中島決めました。これが J2 通算100ゴール、開始早々先制町田、一本で抜け出しました。こちらのシーンです。そうですね、まあ、キーパーとディフェンスの間にちょうど落ちるボールで、まあ、判断が少し遅かったですかね。中島の抜け出しというのはいかがでしたか。やはり狙ってますね、こういうボールを。まあ、やっぱり100点取るっていうことは、こういういやらしいところだったり、まあ、常にゴールを狙っている。高いボール、佐野、佐野のヘッドはキーパーの岡西です。目先を変えてきました。ただそのパスコース、さらに起点というのを消す守備をしているのがハイプレスの町田。この平戸が行きました。関口ワンタッチ、中村、そして関口、関口クロス、巻いてくるボール、逆サイドに流れて荒木です。中央に小柳もいますが、中村の前、関口、後ろから三平反転、体を入れます。守備を見せました町田。ここは荒井が蓋をしました。集中してゲームをコントロールする、そう選手に声をかけたそうです。抜け出しました太田、太田、シュート性のクロスはキーパー岡西です。なかなかあそこまで行けてなかったので、はい、まあ、その回数を甲府としては増やしたいですね。その泉沢へボールが収まります。1対1、持ち替えてマイナスのクロス、クリアしていきましてコーナーキック獲得です。やはり仕掛けると泉沢はこういった決定機を演出できます。やっぱり怖いですね泉沢。荒木、勝負に行く、左に持ち直してクロス、ゴール前どうだ、後ろからノツダッシュクロス、もう一度後ろからスローインでリスタート。早速長谷川が絡んでいきます。ゴール前メンデスウェット、福井の正面です。ようやくシュートまで行けました。そうですね、非常にバランスもよく、まあ、今のサイドからのワンタッチのボールに対しても一人がチャレンジしたカバーをしっかり佐野がしているので、はい、頭で落としてボックス内に侵入、泉沢仕掛ける、クロスが入ってゴール前どうだ、有田の頭の上を越えていきます。甲府としては今の時間帯を少し大事にしたいですね。うん、前節は3対0で敗れている町田としますと、まあ、この先制を奪った今日のゲームというのは非常に大事に進めたいところ。取り替えクロス、エリア内泉沢持ち直し右足シュート、泉沢のシュートは枠の外でした。そうですね、まあ、ここのこぼれ球だったんですけど、まあ、相手より反応早く、ワンタッチでシュートを打てるところにボールを置く技術、はい、ったところからこう、ね、学んでどんどんまたチームが強くなっていくというのは今シーズン大事になりますよね。そうですね、まあもちろん J1 昇格目指して、太田が突破を見せる、
クロスが入る、逆サイド、ヘディングは枠を捉えることができませんでした平戸です。いい仕掛けでしたね。連敗は避けたいところですが、勝利はもう目の前か。今ここでタイムエンドのホイッスル、アウェーの地で町田が勝利です。嫌な流れを食い止める3試合ぶりの白星、アウェーの地で勝ち点3をつかみ、次節からのホーム連戦に臨みます。